さあ始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。私たち元気です、ね、はい、デルミちゃんよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、今回も。さてミシェルさんにお伺いしたいことがあるんですが、日頃ライフワークにしていることって何かありますか。ライフワーク、学校に行って夢を語るだとか、小学校に行って夢を語るだとか、夢持ってますかとか、そういう夢授業みたいなことをライフワークにしてたり、素敵なライフワークですね、はい、今回はですね、うん、まずご紹介するのは、はい、不動産業界で大家さんを取り巻く環境の中で悩みなどライフサポートをしていますこちらの企業様です。すでに社会問題として避けられない一つのテーマ、それは少子高齢、人口減少といった現在の日本が抱える大きな課題である。その深刻な状況は時を進めるごとに私たちの住まいにも徐々に影響を及ぼし始めている。そしてそれは物件を所有する立場になるとさらに深刻な問題となってくる。そんな現状を変えるべく、お客様の幸せを未来へつなぐ男がここにいる。株式会社富士興産取締役事業部長竹内隆成。マンションアパート経営に悩むオーナーのため、不動産運用のトータルサポートを展開する富士興産では、賃貸オーナーの未来を変える新大家ライフによって一人一人に向き合ったプランでサポート。徹底されたお客様目線の姿勢を崩さず、より良い暮らしを実現するため日々挑戦を続けている。今回は竹内隆成をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。株式会社富士興産取締役事業部長竹内隆成様です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。富士興産の新大家ライフというものについて教えていただけますか。はい、新大家ライフなんですけれども、このタイトルの通りですね、新しい大家の人生と大家さんの人生と。いやそれはどういう、まあ、こういうことなんですけれども、はい、まあ、私たちは大家さんにより良い人生を送っていただきたい、はい、大家さんの幸せの最大化を目指すと、こういう考え方に基づいて取り組んでいる概念でございます。まあ、従来の大家さんであればですね、アパートを建築して、はい、そして入居者の方が入られると、はい、まあ、これは需要と供給のバランスが、需要の方が多かった、まあ、いわゆる入居されたい方が多かった時代だったものですから、そういった形でやってたんですけども、まあ、今後はですね、需要と供給のバランスが変わっておりますので、逆にですね、大家さんが経営者の視点を持って、まあ、プロ的な経営をしていただきたい、時にはですね、まあ、そのアパート経営を継続していくのかだとか、今先ほど手放すって言いましたね、はい、手放すだとか、まあ、こんな選択肢も我々は問いかけたりすることをしています。最初にその新大家ライフを始めたきっかけってどういうことだったんですか。はい、新大家ライフを始めたきっかけっていうのはですね、私ども一棟アパートマンションの収益不動産を取り扱う専門の会社でございます。で、まあ、こういった専門で取り扱う会社としてですね、実際大家さんの生の声を聞いてみたいと、全国の大家さんに対してアンケート調査を実施いたしました。なるほど。でその中で我々自身、まあ、こういった収益不動産を扱う事業者としてですね、何かその大家さんに対してご提案ができないだろうかと、お悩みを解決するご提案ができないだろうかということを考えてですね、まあ、我々自身こういった大家さんのお悩みを解決することが我々自身の使命であると、まあ、こういうふうに考えましてですね、この新大家ライフをスタートさせてもらった次第です。大家さんの幸せの最大化をコンセプトにスタートしたのが新大家ライフ。実際にはどれくらいの利用者がいるのだろうか。東京の方ではですね、会員数が今現在274名ございまして、名古屋の方では258名で、総員で会員数の合計で言いますとですね、532名の会員の方がお見えになります。はあ、みんな悩み抱えてるしね。もうセミナーを、無料セミナーを実施しておりまして、もうこれは大家さんの悩みを解決する
まあ、きっかけになるようなセミナーを開催しているんですけれども、これ毎回ですね80名以上の参加者が見えまして、でこちらの方で会員になっていただいて、ファンが増えていっていると、こういう状況でございます。今そうやって実際に生で大家さんのこう声を聞いて、今どういう環境だな、どういう状況だなって見ていらっしゃいますか？そうですね、やはり2000年後半からですね、やっぱり人口の減少が始まってまして、で新築着工件数ですか、アパートを、賃貸住宅用アパートの賃貸住宅用件数がですね増えております。やはりそういった中でですね、賃料の下落だとか空室の増加だとか、まあ、こういったお悩みで苦しんでみる方が多々見えましてですね、2013年の統計庁のデータなんですけれども、まあ、5部屋に1部屋は空いているという、まあ、こんなような状況なんですね。そのような状況の中、藤光さんが特に力を入れているというあるサービスについて話を聞いた。まあ、私どもはですね、今新大家ライフの会員のサポートサービスに力を入れています。会員サポートの内容といたしまして、ね、まあ、賃貸経営の無料健康診断、無料、ま、健康診断、はい、はい、でこちらはですね、はい、大家さんが所有しているアパートマンションに対してですね、まあ、立地条件や建物のグレード、まあ、室内の状況によって、また賃貸の入居者への対する募集条件等々をですね、我々自身が調査をしてですね、まあ、大家さんに対して私たちの目線で改善の提案をする内容となっております。また10年後のですね、今後このアパート経営を続けていくと10年後どうなるんだろうということを想定してですね、賃料を今後どうなっていくんだろうかとか、空室の状況がどうなっていくんだろうか、このアパートにかかる建築費用、修繕費用はどうなっていくんだろうかと、まあ、こういったことをですね試算してですね、そういったことを、まあ、大家さんに提供させていただいて、まあ、このアパート経営をですね、大家さんが積極的にやっていかれるのか、またはその見通しとして厳しければアパート経営を撤退されるかなんていうことをですね提案させていただいているというような内容になっています。その会員向けのサービス、一つ目が健康診断ですね、はい、で二つ目が今おっしゃった空き室空室対策のコンサルティング、はいはい、でこういった我々が調査した内容に基づいて、まあ、この賃貸経営の無料健康診断に基づいてですね、まあ、大家さんに対して、まあ、今後この空室をどうやって満室にしていこうかということをですね、我々なりにですね、募集の条件だとかリフォームだとか、あとは賃料の設定だとか、こういったことをですね我々自身が提案するんですけれども、なかなかですね建物をきれいにすれば、お部屋の方をですねきれいにしてお金をかければ、もちろん入居者の方は入ると思います。で賃料をお値打ちにすれば、また入居者の方も入ると思います。しかしですね、やはりアパート経営ですから、はい、大家さんがそれをやって満室になったとしてもですね、うん、経営自体が、うん、そうでしょうね、全然潤っていかないというだ結果になってしまうとですね、はい、まあ、我々の本意ではないわけなんですね。ですから我々自身が、まあ、我々の経営の感覚としてですね、適正な賃貸の賃料の設定をさせていただいて、またそれにかける必要な修繕費用を算定してですね、こういった募集の方法で満室にされたらどうでしょうと、まあ、こんなような方でね提案をさせていただいているというのが実態ですね。まあ、今の現状があって、それでこういうデータがあって、そこから割り出されているものをお伝えした時に、自然にじゃあお願いしますっていうことになってくるよね。これだけのものがあるとね、データベースでね。3つ目のサービスはですね、資産の組み替えや代替資産の推奨を行っております。代替資産、負債さんの例えば郊外にあるようなアパート、お持ちのアパートが、まあ、採算が取れてない、はい、まあ、このようなアパートについては、例えば売却をしていただいてですね、まあ、都心のもっと収益性の高いアパートに買い替えていただくだとか、まあ、こういったこともご提案させていただいています。だから時代はいいように、不動産だとかそういう方はいいように向かっているように見えるんですけども、はい、結局なんていうのかな、競い合うことが多くなりすぎちゃうっていう、おっしゃる通りですね。そういうことですよね。競争の世界、競争の世界ですね。さらに藤光さんが行う他社との差別化について話を聞いた。
不動産を購入するしてですね、はい、でそしてまあリノベーション等の外壁の工事とかをして、はい、また建物の室内に対してリフォームとかをして、はい、その後賃貸の募集をして、その後投資家の方等に販売をすると、まあこういう話をさせていただいたと思うんですけど、まあうちどものスタッフはですね、これを一気通貫して全て一人で行っていく。一人で行う、はい、一人でできるんですか、これ。はい、もう責任を持って。そうです、責任を持って一人で仕上げると、まあこういうことをやってるんですけれども、もちろんその金融機関の交渉からですね、契約関係から含めてアパートの経営から含めてですね、すべて一人でやっていると、まあ、こういうことを行っているんですね。そういったスタッフがですね、この新オエライフのコンサルタントになっておりますので、大家さんと同じ悩みや喜びを共有できる、まあ、そんなところが他社とは圧倒的に違うところなんじゃないかなと思っております。そういうでも実力者がいるっていうことですねスタッフとしてね。でもそうですね、そこまでなかなかできないでしょう、はい、一貫して全部分かってくれてるって思いますもん ね。 そうですね。例えば一部分しか経験してないスタッフがコンサルティングをやってしまうとですね、その部分的なお話しかできなくてですね、やはり大家さんと直接ですねお話ししてですね、身のあるお話ができないっていう、そういったことになりますので、我々スタッフ一人一人がもう経営者という意識でやっておりますので、はい、無料健康診断書だからこれゾクッとするけどね。ですからまあこういった無料健康診断もですね、スタッフ一人一人がその物件を、大家さんの物件をですね、自分自身の物件と考えてですね、こういった資料を作成してご提案をさせていただいておりますので、項目が違うだけで本当に病院の健康診断を見ているようですね。いやいや、そうですね、まあ、健康診断と名付けさせていただいておりますので、まあ、今後このアパート経営がですね、要治療だとか健康であるだとか、なるほど、まあ、そういった言葉も添えさせていただいて、この健康診断の方は提出させていただいております。一人一人に向き合い、新大家ライフで幸せを実現する竹内貴成。そんな男が心に刻んだ格言とは。そうですね、ありかりきたりの言葉になりますけれども、まあ、己の欲せざるところ、人に施すことなかれということで、まあ、私生涯通じてですね、まあ、この言葉を大切にして、まあ、取り組んでいきたいと思っております。いやいや、いつまでも我々の良きね、そして大家さんの良きアドバイザーでいてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。